総未来図書館は石川県金沢市図書館としては、金沢市立玉川図書館や金沢市立泉谷図書館などに続いて4番目に開館した。金沢市図書館はほぼ同規模の館が複数あることを特徴としており、海未来図書館は3番目の大規模図書館である。 金沢市の代表的な観光地には、県独営や金沢21世紀美術館が挙げられるが、本図書館も金沢市の新名所になりつつある。金沢市の主要3図書館の一関係金沢、外環状道路界側幹線を整備する過程で、機械メーカーの別側製作所の工場がよそへ移転している。この土地は、金沢外環状道路と石川県道17号。 金沢高専が交差する自中町交差点の西側角にあり、金沢市は1999年に約1万2000平方メートルの土地を買収した。周辺は完静な住宅街であるものの、工場や田畑が点在している。金沢市には規模の大きな図書館として、金沢市立玉川図書館と金沢市立泉谷図書館があったが、 いずれも JR 金沢駅より東側にあり人口が増加中の金沢市西部地区には図書館が存在しなかった。2006年には西部地区の7校下町会連合会が金沢市に対して図書館建設を求める要望書を提出。金沢市はこの要望に応える形で図書館の建設を計画した。金沢市は都市景観を守るために 建物の高さ規制を実施しているが、当地は環状道路に面しているために規制が緩く、高さ20メートルまでの建物の建設が可能となった。金沢市は2008年6月にプロポーザルコンペを実施し、40社の中からシーラカンス K&H を設計者に選定した。シーラカンス K&H は北陸地方で、 堺市立丸岡南中学校と富山市立芝園中学校などを設計したことがあったが、本格的な図書館の設計は初めてだった。10月には基本設計が完了し、2009年3月には実施設計が完了した。戸田建設を中心とする共同企業体によって10月に着工され、2011年3月に竣工した。総事業費は約45億円。 利用者数の年間目標は40万人に設定された。2011年5月21日に開館し、開館当日には5461人が訪れた。開館1ヶ月後時点では平日でも1日あたり3000人以上が訪れている。開館から1年4ヶ月後の2012年9月には利用者数が100万人を突破し、延べ3万人以上が交流ホール。 集会室などの貸しスペースを利用した。2012年11月時点で入場者数は想定の1.5倍を記録しており、30代以下の若者の利用が多い。2012年にはレノボのノートパソコンの CM の撮影地となった。この CM にはタレントの中田秀俊氏が出演しており、洗練された図書館として海未来図書館自身も話題を呼んだ。 1>, 1階の交流ホール図書館のほかに、交流ホール、集会室、グループ活動室などがあり、地域の交流施設としての機能も有する。1階の交流ホールは約250席を備えており、200インチの巨大スクリーンや稼働ステージも有する。集会室は約30席、3つあるグループ活動室はそれぞれ約20席である。ギャラリーでは絵画展、写真展、 作品展などを行うことができる。3階の地域情報フロアには、ものづくり情報コーナーと日本海情報コーナーが設置されている。ものづくり情報コーナーでは、金沢のものづくりに関する文献などを収集しており、日本海情報コーナーでは、関日本海の交流誌に関する文献などを収集している。最大約40万冊まで収容可能であり、 開館時の蔵書数は約17万冊である。芝生広場となっている建物北側壁際には閲覧席が設けられており、すべての書家はパンチングウォールから距離を置いて自立している。シーラカンスケ &H の工藤和美と堀場博士は設計にあたって空気のボリュームと質感を重視しており、開放感と落ち着きを兼ね備えたワンルーム型の図書館として、 フランス国立図書館リシュリュー館を引き合いに出している。敷地全体が公園のような環境であり、建物北側には約4100平方メートルの芝生広場が広がっている。地中町交差点からは建物に向かって、こう描いた歩行者用アプローチが伸びており、芝生広場に設けられた宿は調整地を兼ねている。夜間には丸窓から光が漏れ、巨大なドンのように輝く。 石川県内の公立図書館としては初めて自動貸し出し機を設置しており、貸し出し冊数の約90%は自動貸し出し機で貸し出されている。考え貸し出し対象者は、金沢市在住、在勤、在,勤在学者に加えて、白山市、河北市、内灘町、津田町、野々市市在住者にも認められている。 日本国内のみならず、日本国外から訪れる建築愛好家も多い。アメリカ建築家協会の会員約80人が、日本ツアーの一環として訪れた他に、2012年12月までには、ノルウェーや香港など、日本国外から約10団体が視察に訪れた。撮影許可を取れば、館内での写真撮影が可能である。建物は、地下1階、地上3階建てであり、 平面は約45メートル45メートル、高さ約19メートルの脳型体である。約6000個の丸窓を埋め込んだ白色の外壁が特徴である。1階から3階までの3層の床に巨大な箱を被せたような形を設計者のシーラカンス K&H はケーキの箱と表現している。2階3階部分には大きな吹き抜け空間が生まれるため、 全館避難安全検証を行って、国土交通大臣認定を取得している。高さ12メートルの吹き抜け空間を実現した閲覧室金沢市は、積雪が多いため、天窓で再興するのは困難である。シーラカンス K&H は100パターン以上の丸窓を、シミュレーションし、大きさや、透過度に差がある天窓を配置することで、統一感のある光が入ることを突き止めた。 大胆な吹き抜けを取り入れた、閲覧室には水平荷重を負担するものがないため、垂直の柱に、車材を配した鉄骨フレームで外壁を組み立て、この鉄骨フレームと重ならないように丸窓を配している。外壁は、縦 400cm 横 204cm 厚さ 1.5cm のガラス繊維補強セメントパネル520枚で構成されており、 一枚のパネルに18個の丸窓が設けられている。室内側には厚さ 0.6cm のスチールパネルが用いられている。双方のパネルの間にラッパ型のアルミ枠がはめ込まれており、アルミ枠の外側は円形のガラスブロックで内側はポリカーボネート板で閉じられている。このようにアルミ枠とガラスブロック、ポリカーボネート板で丸窓が生み出されており、 6000個にも上る丸窓の大きさは 20cm、25cm、30cm の3種類がある。丸窓の内側は 38cm、41cm、44cm の3種類であり、外側から見た場合よりも大きさの差異を感じさせないようになっている。ガラスブロックには紫外線を柔らげるための熱線吸収ガラス、網入りガラス、 すりガラスなど数種類が用いられ、丸窓の設置場所によって種類が変えられている。丸窓は海の泡に例えられることもある。藤江和子による重機一般閲覧室は2階と3階にあるが、建物北側の約6割は吹き抜け空間となっており、吹き抜けの天井口は12メートルである。直径30センチメートルと細い交管25本が延直荷重を保持している。 丸窓を通じて直射日光が入るのは開館前と夕方の数時間のみであり、ガラスにセラミックプリント処理を施すことで室内に水玉模様が浮かび上がるのを防いでいる。丸窓を採用したことで窓の開閉が困難となったため、屋根には大工場が用いるような自然換気装置が設けられている。吹き抜けの天井部分には照明器具が設置されていない。 2階の中央部には円筒型の螺旋階段室があり、階段室上部には時間帯や天候に応じて、紙面を照らす照明を配置して、自然光を補っているが、丸窓からの最光と階段室の補助照明以外には、初夏と床面を照らす初夏照明のみである。これらによって照度は280から430、ルックスに達しており、天井部分に照明がないことによる問題は、 特に怒っていない。初夏は日本ファイリング製の既製品をカスタマイズして使用している。初夏照明には山田照明が新たに開発した器具を用いている。初夏の間隔は1 7 0センチメートル通路幅は1 9 0センチメートルである。テーブルやカウンターなどは既製品も使用しているが、藤井和子によるデザインのものも使用しており、ホワイトバーチ合板に 白色のウレタンで統一されている。金沢さんの紅葉樹を使用した椅子もある。円形蛍光灯を使用したスタンド照明は山際製である。空調システムはオンドルのように床下を利用しており、冷暖房ともに気流感を感じさせないようなごく低速で紛失させている。金沢市中心部や金沢駅付近と日本海に 面する金石地区を直線的に結ぶ石川県道17号、金沢高線では、北鉄バスの路線、図書館の最寄りのバス停は、金沢赤い未来図書館前バス停である。金沢市郊外を環状に結ぶ金沢、外環状道路の海側幹線では、バス路線が運行されていなかったが、金沢市と北陸鉄道は、図書館会館に合わせて2011年5月21日から、 金沢市緑の緑二丁目バス停と北陸鉄道本社のある西割田市バス停を結ぶ路線バスを期間限定で運行した。この路線バスは2011年11月30日まで毎日運行され、金沢赤い未来図書館バス停が臨時設置された。ありがとうございます。